今まだ会社員で、建設会社で建築現場の現場監督をしています。来年3月にも退社するようにちょっと上司とも相談してて、独立起業を考えてまして、その準備段階でこういったセミナーにも参加させてもらってますね。熱い人、でかい人、まあ、もう暑苦しいぐらいに暑い人っていうふうに僕はもちろん思ってます。割ともっと知的なんですけど、もっと理知的で、計算高くお話しする人かなと勝手に思ってたんですけど、いやもう乗ってくるとどんどんもう湧き上がるものが出てきちゃってどんどん声もでかくなるし、元は役者っていうのもあるから、どうしてもこうマインドの方に、テクニックな話をしててもマインドの方に行ってしまうっていう、そういう特徴がありますね。それだけこう熱い思いでもう突き動かされる何かで、もう働き好きだよっていうぐらいにこう登壇してメッセージを与え続けてるっていう、そういう本当に熱くて頼れる兄貴的な存在だと僕は印象を持ってます。ビジネスっていうのが、その一発当てて一攫千金っていうことじゃなくて、継続的に発展させてって、お客様とコミュニケーションを取りながらよりブラッシュアップしていく、良いコンテンツにしていくとか、良い商品にしていく、でより良いサービスを社会に提供していこうっていう、こういうその志の高さにやっぱりこう身が引き締まる思いっていうか、自分も企業を目指すならば、そうやって長いスパンで人々に愛されて使い続けてもらえるようなコンテンツを作りたいと思いましたので、そこは本当に見習いたいなっていうか、はい、学び取りたいなと思いましたね。はい、まあ、私長いもう25年間四半世紀、建築の世界で学ばせてもらって仕事してます。いろんな安全管理、品質管理、工程管理、予算管理と、これの4つを管理するマネジメントして現場を収めていくんですけども、その中で学んだスキルを生かしてですね、まあ、とりあえずまず工程管理ということで、夢を叶える工程表っていうのをちょっとコンテンツを作って磨いているところです。まあ、目標設定からそれから逆算で考えて、過去や現状の自分の未熟さで積み上げていくと、どうしてもちっちゃくまとまっちゃうんで、そういうのを一切無視して、未来を、本当に欲しい未来を思い描いて、そこから逆算でどういう行動を取っていけばいいか、どういうふうに成長していけばそこに近づけるのかっていう、工程表を使っというツールを使った、まあ講義ですね、それを今提供してしようと思って考えてますね。まあ、そこから広げていって、そういうふうな、もっともっと自分の夢を思い描いて、自由に自分らしくっていうか、本物ライントの自分を出せるような生き方をみんながしてくれたら、もっともっとこの国元気になるんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、そういう価値提供が、まあ、自分も学びながらしていけたらいいかなというふうに思ってます。はい。